青塚古墳は、愛知県犬山市にある古墳時代前期、4世紀中頃の前方後円墳です。墳丘の長さは123メートル、前方部の幅は62メートルで、愛知県では名古屋市にあるダンプ山古墳に次ぐ2番目の大きさの古墳です。後円部の高さは12メートルあり、人の大きさと対比するとその大きさがわかります。前方部は2段、後円部は3段に分けて土を積んでいます。古墳の周りには深いところで約 1.5 メートルの集合が巡り、外側には集合を掘った土を使って外堤、土手が作られていました。古墳の東側には集合から墳丘に渡るための陸橋がありました。現在もわずかに盛り上がっていて、場所がわかるようになっています。後円部の上で作業している人の大きさと比べると、古墳の大きさがわかります。また、前方部には方形の段があるのがよくわかります。正面の少し高くなっているところが陸橋のあったところです。陸橋の位置を通って古墳に向かって進んでいきます。残念ながら古墳の上には登ることはできません。横から見ると段がよくわかります。後円部の3段目はわかりにくいですが、この位置にあります。西側から見たところです。段数には数えられていませんが、一番下には高さ1メートルの木段が巡り、復元された壺型埴輪が並べられています。前方部から東側を見たところです。発掘調査前の古墳の前景です。陸橋の部分の区画がはっきりと残っています。青塚古墳は、1979年と1995から1998年に発掘調査が行われました。古墳は、全体が瓦石で覆われ、段と段の間の平坦面には、2メートル間隔で、壺型の埴輪が並べられていました。葺石は、表面に見える石の後ろに、拳大の瓦石が厚く込められていて、青塚古墳の特徴となっています。破片を接合すると、2種類の壺型埴輪が使われていることが分かりました。これらの埴輪は、すべて外面は、弁柄で赤く塗られ、製作の際に、そこに穴が開けられています。現在、古墳の1段目には、出土した埴輪の一つを元にして、復元された壺型埴輪が並べられていますが、本来は、こんな形で埴輪が並んでいたと思われます。現在は剥落していますが、当時は、すべてが、弁柄で赤く塗られていました。前方部には、東西9メートル、南北7メートル、高さ1メートルの、方形の高まり、段がありました。段の周りには、朝顔型埴輪と円筒埴輪が並べられていました。周辺からは、祭祀に使われたと考えられる、石製の足が出土しました。後円部の最上段からは、樽のような形をした、樽型埴輪が出土しました。埴輪は、場所によって使い分けられていたようです。古墳を整備する際には、地元の方々の、できるだけ、今までと同じ形で残していきたいという思いを汲んで、葺石は吹かれませんでしたが、本来はこのような形だったと思われます。青塚古墳は、東宮古墳の次に作られた、この地域の王の墓だと考えられています。この地域最初の王の墓が、木曽川を見下ろす白山ビラ山の頂上に築かれた、東宮古墳です。東宮古墳は、全長72メートルの前方後方墳です。現在は土がかぶっていますが、本来は全面葺石で覆われていました。1973年に盗掘された際に、発掘調査が行われました。縦穴式石室の中からは、多くの副葬品が出土し、当時の王の権力を物語っています。東宮古墳に続き、これだけの巨大な古墳を造営できる、大きな力を持った王が、この2羽の地域にいたことを物語っています。青塚古墳の公園敷地内には、ガイダンス施設である、マホラの館があり、発掘調査で出土した遺物が見学できます。管理を受託している庭里ネットのスタッフさんは、質問すると、皆さん、とても親切に教えてくださいます。古墳を見学に行った際には、ぜひ立ち寄ってくださいね。
御墳印というものもあるそうです。墳丘の草刈りはスタッフだけではとても追いつかないため、毎年ボランティアを募集して行っているそうです。また様々な啓発イベントも開催し、古墳への理解を深める活動も積極的に行っているそうです。青塚古墳の南には小牧長久手の戦いの際、徳川方の陣となった小牧山城があります。この戦いでは青塚古墳は豊臣方の陣となり、後援部の最上段が削られてしまいました。史跡整備ではこの部分も築造当時の姿に戻されています。青塚古墳の北約 7km 先には、この地域最初の大窪である東の宮古墳がある白山ビラ山が見えます。青塚古墳は県下2番目を誇る大型の前方後円墳で、墳丘がとてもきれいに残っていて、青塚の名前の通り青々とした草に覆われた美しい古墳です。また青塚古墳のことを学習できるガイダンス施設があり、希望すれば親切なスタッフさんが丁寧に案内してくれます。今も神社の社地として守られ、地元住民やボランティアの皆さんの手によって草刈りが行われていて、美しい姿が保たれています。近隣には同じく前期の大型古墳が存在し、古代丹羽郡の歴史を体感できる素敵な古墳です。